ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。両チームピッチに散りました。さあ、キックオフです。5分経過。エリアに虹をかけます。空中戦。アンビリバブルゴール。さあ、もう一度見てみましょう。彼は本当に。気をつけなければいけません。危険なタックル。ここは集中どころでしょう。窮地に立たされました。集中力を切らさずに臨んでほしいですね。さあ、もう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。この前半30分の経過。危険なタックル。この位置からのフリーキックですよ。十分狙い道ですかね。キーパーのはるか頭上を越えていきました。抜かれた。ファーサイドに上げた。シュート。なんてアートな。再び引き離します。さあ、もう一度見てみましょう。動き、スライディング。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対1。さて、中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。
後半開始の笛です。を駆け上がる。いいパスだ。決めることができない。流れを止めた。出た。これは惜しい。危ない。これはゴールキック。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。ヘッドでパスを送る。走り込んできた。ヘッドでパスを送る。カット。スペースができている。シュート。これはゴールキック。これは大きなミス。ここで選手交代です。ヘッドでつなぐ。旗が上がった。ディフェンスラインの統率が取れてますね。いっけいっけ、ドンビッバッド。フリーにさせてはいけない。ヘッドでパスを送る。ヘッドでパスを送る。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。